皆さん、今回もよろしくお願いします。今回はメダカビオトープ2020準備をお送りします。それではどうぞ。4月になり、北海道も暖かくなってきましたので、今年度のメダカビオトープを始めていきます。前々回使用しておりました陶器製の水蓮鉢は北海道の冬を越すことができず割れてしまいましたが、発泡スチロール製のこの水蓮鉢は冬を越すことができました。数日前までは水蓮鉢に水が残っておりましたが、現在は映像のように土が出ております。こちらのヘアグラスはこのままにしておけば、水蒸波になって生えてくるのか少し様子を見ようと思っております。そして今回ですが、このうちの管理していない庭を利用して土を掘り、水蓮鉢を埋めて、より自然の池に近い環境を作りたいと思っております。水蓮鉢を埋めただけでは自然の池により近い環境にはならないと思うので、周辺もより自然感を出すように整備する予定でいます。この動画を気に入った方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。